お笑いタレントのラサール・イシーが11日、ツイッターを更新。クラスター弾は多数の小型爆弾が広範囲に飛び散る兵器。飛び散った小型爆弾は着弾とともに爆発するが、相当数が不発に終わるため、後日、誰かに踏まれた際に爆発し死傷させる可能性がある。殺傷能力が高い上に、不発弾のリスクがあるため、非人道的兵器として、英国、ドイツ、日本など100カ国以上がクラスター弾の製造や、使用を禁止するオスロ条約に加盟している。ラサールは、クラスターは最大限の被害を与えるために作られている。被害を最小限にとどめる。できるわけないじゃん。と日本政府の姿勢を批判。